はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日の問い合わせいきます。はい。糸もリフトも種類が多すぎてよくわかりません、うん、どんなものが効くんですか。本当に効くんでしょうかという問い合わせ。いや、効くやつと効かんやつありますよ。なんか本当いっぱいありますよね。いっぱいある。いろんな先生がいろんな方法で考えてるんですけど、はい、うちのクリニックも糸をだいぶ変遷してます。一番最初の時から、うん、最初はねケーブルスーチャーテクニックって言って、はい、ちょっとこうなんか引っかかるものがついてるものをこの側頭筋に縫い付けたりとか、こっち側に引っかかるものがついてきて、そうとかいろいろあったんだけど、今のやつはすごくいいですよね。どんな感じなんですか。まあ、こう毛羽だった糸がついてるんですけど、うん、まあ、どう引っかかるかっていうだけの問題なんですけど、今のやつはね、韓国のパックネさんがさ、なんかセウォル号かなんかが沈んだ時にさ、はい、出てこなかった時があるじゃん、はいはいはい、修学旅行生がみんな船が沈んだのに、その時実はね大統領官邸でね、パックネ大統領はねそんな施術を受けてたんだよね。本当の話その主治医逮捕されたからね。え、うん、でも韓国でね、そのタイミングで逮捕されても困りますよね。いや、うん、そうそう。でもね、そのパックネさんの主治医が考えた、はい、その糸がめちゃくちゃいいわけ。すごい。糸の種類がいいんですか。その技法がいいんですか。うん、技法もいいと思うけど、糸の種類がいいんだよね。うん、で、まあそれをある日本の大手の美容外科がこう仕入れて、はい、バーッと日本に広がったんだけど、はい、ちょっと名前は言えないけど、でその糸がすごく良くて、で、東京外科にもある糸。うん、今は東京美容外科でも扱ってる、うん、でいろんな名前を変えていろんなクリニックがなんかプリンセスリフトだとかなんとかリフトだとかってやってるけど、その糸が一番いいんですよ。糸の形状自体はなんかトゲトゲしてる感じなんですか。うん、まああんまり言うとね企業秘密もあると思うから。うん、でもその、まあ、僕はパックネのリフトって呼んでるんだけど勝手にね、そのリフト、その先生が考えたその方法が一番いい。まあいくつかのクリニックしか使ってないよね。まあその大手と、まあもう一個そこでガンガンやってた先生がやってたところと、うん、まあそれも言うとねあれなんですけど、そのここにはあるんですね。あります。うちもその糸あります。来た時にパックネさんの糸やりたいって言ったらいい。もうね今それが一番いいからそれを使うことになってるよね。あ、だから安心ですね。うん、なんて言ってればいいんだろうとか、やっぱり糸を選ぶことが難しいみたいで、うん、ああいろんな種類があるからね。だからさ、もうこの糸がいいっていうのがあるから、患者さんによってやったことある人が、はい、うん、一応いくつか種類は置いてるけど、まあそのパックネさんの糸がいいですよね一番私の顔に合った一番いい糸をお願いしますって言えば、もうパックネさんのリフト使うことになってます多分ね、うん、まあ、大統領韓国で政権でね、そこは大統領が知る。そう、うん、それ僕もあんまり何なのそれと思ってたけど、実際それすごい良くて、やられてない。僕はやってないけど、うん、いい糸置いてます。はい、うん、この話していいかどうかわからんけどね。まあいいや、このチャンネルがいいねと思ったらいいねとチャンネル登録の方もお願いします。